ハリガネ僧族は、シソカに属する植物の属の一つ。クロンキスト体系では、クマツヅラカに属していた。東アジアからヒマラヤ山脈にかけての高地を中心に分布する。直立、または、ツル状に伸び、草丈1から4メートル前後に成長する、総本である。葉は大成し、高卵系、または筆心型で、縁は、全縁、または、巨子がある。 方向を持つ種が多い。花は、周産果樹、または、密水果樹につき、単独で咲くものは稀である。花弁と額は5枚であることが多く、花弁は、青紫色、または、白色で、蝶や、花鉢などによって受粉する。大きく広がって咲き、保形で絵に、飾りがつく。雄水は4本で大きく突き出る。脂肪質は4つあり、 通常は4つの種子が結実する。数種が干渉用に栽培され、花式部は園芸種が作出されている。なお、日本の野生植物総本などで、キャリアプタース属の和名に用いられているカリガネ層は1999年にフィリップ・ダグラス・カンティーノらが発表した論文により、単型のトリパー属に移されている。これを受けて、カリガネ層属の名はトリパー属にあて、 キャリアプタース種族を断ク族とする文献も見られる。次の種が記載されている。命名者がフィリップ・ダグラス・カンティーノであるものは、コンティーノ、ワグ・ュタフ・アンド・オルモステッドの見直しにより他族へ移された種である。ありがとうございます。